スマホスタンドどこやったんだろう。スマホスタンドがないなった。そうや、ペンギン、ありがとう。待って、スマホスタンドなくなった。流星、ありがとう。ただいま午前7時33分でございます。はあ、まあいいな、今から山口向かう。いいな、今日はレッスンでございます。乗っても踊れないから座ってみとくだけだけど。おはよう。みんなはあれかな、今は学校とかお仕事に向かっている最中ですか。小指なんか知らない間に治ってた。あいや、そろそろ会社行きます。今から仕事に向かう。流星、ペンギン、ありがとう。何しゃべろうとしてる。やばい、頭が回んない。何しゃべろうとしてたか忘れた。指ダンスできるよ。さちゃん、ありがとう。今日はお休み。いいですね。お休み。皆さん、瀬戸内といえば、瀬戸内といえば、愛媛県といえば何ですか。ライデンさん、ありがとう。あのね、愛媛県に由良っていう港があるらしくって、
それで愛媛について調べてたの。みんな愛媛と言ったらここっていうところありますか？みかん、なんか場所とか。私そういえば愛媛のこと全然知らないなと思って、それで ST48 の愛媛県バージョンをこう調べて、歌詞を、あ、こんなのがあるんだとか一人でうなずいてた。そうそうそう、夏目漱石、愛媛城、坊ちゃん団子ね。愛媛城も知ってる。ヒレポン、ありがとう。松山城、今日山口公園あるよ。佐藤海里ちゃん、仲良しですよ、 NGT48 の。キヨニありがとう。なんでさっきさんが愛媛なの？ヤリン出ない、ヤリン出ないよ。昨日は田中幸子さんの生誕祭でしたね。みかんジュースしゃぐちで無比持ってる。こんだけ塗っても治んないってことはこの無比がいけんないやろね。2014年のやつじゃけえね、効かんかもしれん。全然効いてる気配ないもん、超かゆいもん今ね。愛媛はお雑煮のお餅の中にあんこが入って、そうなん、知らんやった。舞ちゃんが言うには愛媛弁といえばなんたらてや、なんたらてや、なんたらてやっていうのが愛媛弁だそうです。この無比多分効果ないですね。おはよろ、今治タオルとかね、そう今治タオル欲しいですね。ヒデポンありがとう。タイ飯食べたいの。そのタイ飯めっちゃ美味しいらしいですね、愛媛は。いいなタイ飯。おはよう。何個もペタッとするかな、あの金柑とかが好きです。おひさん、醤油ありがとう。しまなみ海道、しまなみ海道はいいよね。え、サイクリングロードだよね。じゃこ天も聞きますね、じゃこ天も美味しい。顔のむくみが半端ないね、朝だから。リンジありがとう。つくしさん、ペンギンありがとう。愛媛出身、広島在住、まいちゃんと一緒やん。仕事行ってらっしゃい。タイ飯本当にめちゃくちゃ美味しそうですよね。タイ飯、そう、愛媛のこと調べてて、ほらタイ飯めっちゃ美味しそう。こういうの食べたい。美味しそうですね。うわ、山口の陸上公園のユラインが懐かしい。いや、ほんまそれですよ。もう公演してた時の記憶ないレベル。それは嘘、持った、めちゃくちゃ昔のレベルです。りょうぴょんありがとう。つらちゃんありがとう。ビールは飲まないけど、
鯛めし2種類あるの知ってる？知らない。何と何があるんですか？そういうの知りたい、教えて。何2種類あるの？鯛めしって。いや、ちょっと鼻水垂れそうなだけです。今度握手会で愛媛のこと教えて。あんまり私はでも知らないっちゃ知らないから、今勉強中で。なんか高知とかはひいおばあちゃんが住んでるかな、なんとなくわかるんですけど、愛媛とか徳島とかがちょっと私もあんまりわかんないから知りたいなと。炊き込みと、炊き込みと上に刺身が乗ってるバージョンがあるんだね。どっちが皆さんおすすめですか？食べたことある方。そう、ゆらこうっていうのがあるらしいんですよ。食パンに向かいます。頑張って。いらっしゃい。どっちもすごいうまい。ですよね。でも私は刺身がすごい大好き人間なんですよ、私本当に。刺身大好き人間で、お寿司大好き人間だから、刺身の方を食べてみたいな。あ、なんだっけ、なんて読むんだっけ、葵ちゃんのやつ、なんて読むんだっけ、それ私聞いたことある。広島にも確かあったような気がする。あ、ゴンさんは愛媛の方なんですか？ポエムだ、ポエム。なんかポエムってママから聞いたことある気がするんよね。確か広島にもあるような気がする。どうだっけ？ポエム、ポエム、ポエム、ポエムって。広島にもあるよね、確か。あ、松山のお菓子なんだって。なんかうなぎパイってあるじゃないですか。うなぎパイだっけ、うなじパイだっけ、なんか忘れ、うなぎパイかな、確かあるんですけど、どっかのどこのお菓子だっけ、うなぎパイ。私それ実物を食べたことがないんですけど、食べたことがないんですけど、それを「クレヨンしんちゃん」のアニメ見てるときに「クレヨンしんちゃん」のアニメ見てるときに、うなぎパイを「うなじパイ」って言ってなんかもじったやつが出てきてて、なんかこんなのがあるんだなって思った記憶がある。いや、本当はあれ、うなぎパイなんですね。うなじパイって言ってた。クレヨンしんちゃんのアニメの中では。夜のお菓子？大人のおやつ。へえ、そうなんや。どういう意味の？清にたくん、ありがとう。うなぎパイは静岡なんだ。あおちゃん、ありがとう。清にたくん、ありがとう。あ、そういう
そういうあれなんですね。知らなかった。そういうやつなんだ。知らなかった。お菓子なのに。しょうや、いいね、ありがとう。風邪なのかな。うなじパイっていう名前で、クレヨンしんちゃんのアニメの中ではうなじパイっていう風に売られてたから、どっちが本当なんだろうって今パッて思ったの。食べたことない。美味しいの？そんなのもあるんですね。みゆみゆさんのうなじは赤ちゃんですよ。こうお団子してる時とかのうなじがこうテンパでクリーンってなってて、赤ちゃんみたい。一六タルトは分かります。こう渦巻きになってるやつですよね。昨日夜は荒野行動してないです。絶対夜眠れなくなると思ったから、夜は絶対にしないって決めてて。アサイラ最近ちょくちょくやったりしてるんですよ。めちゃ珍しいでしょ。荒野行動は夜はしない。出張とかで帰ってきた彼に家族で食べてほしいっていう由来らしい。へえ、そうなんじゃ。面白い、そういう意味があるんだ。きょうちゃんペンギンありがとう。皆さんペンギンありがとう。うなぎパイの歌、何それ、聞きたい。そんなのがあるの？そう、私昨日ついに荒野行動を入れてしまったんです。そう、シャッハー倒せないの。ずっとほふく前進で草の中に隠れてて、人がいざ目の前に来たら怖くて何もできずに終わっちゃう人なんです。あとまっすぐ走れない人なんです。いつも横走りなんです、なぜか。お仕事頑張ってね。すごいずっと叫んで。そう、その通りですね。ピンジペンギンありがとう。うなぎパイの歌流れるんだ。あれはわかりますか皆さん。おしりまえまんの歌わかりますか？あ、ぴょんぴょんペンギンありがとう。私うなぎパイの歌わからないですけど、おしりまえまんの歌ならわかります。おしりまえまんが好きなので。昔あったおしりまえまんのアプリが一番好きでした。山口から東京帰って、昨日の公園行かれたんですね。お子さんの生誕祭。お尻が前にある。舞ちゃんの目覚ましなっちゃった。お尻が前にある。お尻が前にある。お尻が前にあることが特徴的なお尻前もんお尻が前にあることが特
お尻前、全力ダンスはね、してないよ。全力爆睡してますよ。お尻前マンのイントロがダンスに似てるのかな。めっちゃ面白い。お尻が前にある、お尻が前に、お尻が前にあることが特徴的な、お尻前マン。お尻が前にあるキャラクターが好きなんです。ラインスタンプもお尻前マンです。さあ、それでは50分になったので男女をやめたいと思います。いきます。いきます。第13位、落ちてんさん、ありがとうございます。ありがとう。第12位、ゆうき、もう呼び捨てにしちゃう。ゆうき、ありがとう、いつもありがとう。そして第11位、ゴンさん、ありがとう。しょうやペンギン、ありがとう。ゴンさん、ありがとうございます。第10位、とうとうと台湾さん、新生増商法、ありがとう。そして9位、ポンタ、あっとゆらー、ありがポンタ、ありがとう。そして第9位は、りょうぴょん、あっとゆらー、ゆらー、七並べ楽しみ。ほんまや、もうちょっとやね、七並べにドラさん登場も、ありがとう。そして第7位は、ぶっくんさん、ぶっくんさん、ぶっくんさん、ありがとう、ありがとうございます。6位、いわぽん、わっと、ゆらら、いわぽん、いつもありがとう、ありがとうございます。おはよう、ありがとう。そして第5位は、つくし、あっと、いぬさん、つくしさん、いつもありがとうございます。ありがとう。つくしさん、ありがとうございます。ちょっとほんとスマホスタンドまたなくしちゃった。ほんとどこやったんやろ。そして第4位は、津田ちゃん。お、津田ちゃんが4位じゃ。ありがとう、ザラちゃん。おはよう。いるのかな、ここに。ありがとう。お疲れです。そして第3位は、伝説のヒレポン、朝配信ありがとう。今日も頑張ろう。いえいえ。こちらこそ。ありがとうございます。見に来てくれてありがとうございます、皆さん。そして今日は木曜日です。一緒に頑張ろうね。ピタゴラスイッチ見てて今戻ってきた。いける。おかえり。第2位、翔也、あともう明かりが押せない、毎日ありがとう。こちらこそ毎日ありがとう。もう終わりだよ。こちらこそ毎日ありがとう、翔也。今日もお仕事頑張ってね。うん。
して第1位はリンジー、昨夜はアバター変わっちゃってごめんなさい。1位ありがとうございます。あ、全然そんな悪い意味で変わったって言ったわけじゃなかった。変わってるって思っただけよ。謝らないで。あれよ、私ピタゴラスイッチめっちゃ歌知っとるよ。スースー、小さいながらもスースー、頼むしスースースー、お使い大好きスー、トゥ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 ルッ。ピタゴラスイッチ配信しないわ。私も弟がいるからしね、わかるんですよ。ありがとう、本当に団長の皆さんありがとうございます。ありがとう、朝から朝からありがとうございます。本当に一緒に今日も一日頑張ろうね。そしてランダム3人読みます。よいさん、ゆっきーさん、茨城のピアニストさん、ありがとうございました。それでは皆さん、今日も一日学校、お仕事、部活、その他もろもろ一緒に頑張ろうね。私もレッスン頑張ります。それじゃあ、朝からありがとうございました。またね、バイバーイ。せーの、うちっ。